全国から寄せられた同性愛者、当事者、またその支援者の方のメッセージを紹介しております。園子さん、2人の息子の母親さんからのメッセージです。愛の形は人それぞれでしょう。そんなことで人を差別するなんて考えられません。子たちの時代にはこんな声を上げなくてもいい世の中になりますように。ありがとうございます。続きまして、学生のタチさんからのメッセージです。人は支え合って生きているんだよ。たとえそれが同性でも、僕が僕であるために僕は男に恋をする。ありがとうございます。続きまして、フリーターのわさきさんからのメッセージです。関東の方です。人それぞれに枠組みを作って、無理やりに何かを当てはめようとして、それは愚かではないかい。自由がいいとは言わない。だって今の自由は存在と同期と捉えられているだろう。自由と存在は違うけれども、私はこれ、俺はあれ、それ以外は異常、普通じゃない、おかしいなんて愚かだとは思わない。視野が狭いって言うんだよ。ありがとうございます。続きまして、神奈川県のレオさんからのメッセージです。誰かを愛する気持ちに嘘はつけない。たとえ相手が異性でも同性でも、というメッセージです。ありがとうございます。続きまして、塩貴文さん、東京都の会社員の方からのメッセージです。せっかく女から男に性別移行したのに、男好きのお釜になってしまいました。 FTM であり、ゲイである、2人の親である自分を私は誇りに思います、というメッセージです。ありがとうございます。続きまして、学生の太郎さんからのメッセージです。レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーは私とは関係ない、別世界の人ではありません。あなたの直接を家族、友人、家の中にいるあなたの世界の話です。それをどうか忘れないでください。一人の人間と一人の人間が愛し合うことはとても大事なことだと思います。人は心がつながっていれば愛し合うことができると、私はそう信じています。ありがとうございます。それではマイクを交代させていただきます。やっぱ愛でしょう。あ、すいません、間違えました。やっぱ愛でしょう。やっぱ失礼しました。マイクを交代させていただきます。私たちはいつまで社会が作り出した常識という名の檻に無理やり押し込まれて、苦しみもがきながら生きていかなきゃならないんだ。そろそろ解放されてもいいんじゃない。愛情の形は一つじゃない。同性だからって否定するのはおかしいです。ありがとうございます。続きまして、関東会社員の秋人さんからのメッセージです。好きだと公言して何が悪いんですか。同性愛だというだけで距離を置いて、まるで気持ち悪いものを見るような目で僕の全部を否定しないでください。恋愛なんて人それぞれなんじゃないんですか。続きまして、学生月さんからのメッセージです。同性愛者はどこにでもいます。いないと思って口にした差別表現が大事な誰かを傷つけているかもしれません。ありがとうございます。続きまして、学生マフさんからのメッセージです。私はあなたが男だったから好きになったのではありません。もしあなたが女でも私はあなたが大好きです。ありがとうございます。続きまして、大阪会社員のリエさんからのメッセージです。ラブ&ピース好きだからそれでいいのです。ありがとうございます。続きまして、専門学生ルーさんからのメッセージです。一番大切な人が同性だったというのはそんなに悪いことですか。ありがとうございます。続きまして、大分在住パートのクイーンハルさんからのメッセージです。好きな人同士が愛し合うのはとても素晴らしいことであって、性別で線引きしないです。地球上にはたくさんの人間がいて、それぞれの個性があるのだから、好きという気持ちもそれぞれのはず。ありがとうございます。
実は同性愛憲法に反対です。全国の皆さんから寄せられるメッセージを読ませていただいています。続きまして広島県の学生かりんさんからのメッセージです。私のことを 100% 理解してくれとは言いません。だけどこの地球上には同性を好きになる人もいるんだって事実は少しでもいいから理解してほしいです。ありがとうございます。続きまして神奈川県の鈴木さんからのメッセージです。愛していた人のことを家族や友達に話したかった、聞いてほしかった。愛している人のことを家族や友達に話したい、聞いてほしい。家族や友達のことを愛しているから。ありがとうございます。